ここで私レムが睡眠についてちょっと説明しますね。当然人間は脳で夢を見ます。夢は神秘で、そして自由です。どんなにロマンチックなことでも、現実にありえないことでも、夢の中では可能です。脳は極めて弱い電波を出しています。これを記録したのが脳波ですね。脳波にはアルファ波、ベータ波、そして眠った時にはシーター波、さらに深く眠るとデルタ波が現れてきます。睡眠にもレム睡眠とノンレム睡眠があります。人間は眠りにつくと、浅い眠りのノンレム睡眠からだんだん深い眠りのレム睡眠へと入っていきます。普通夢を見るのはレム睡眠時だと言われています。ただし、とっても怖い夢はノンレム睡眠時に見ると言われています。そしてレム睡眠とノンレム睡眠はおよそ90分間隔で交代します。夢の研究はいろいろとされているけど、やっぱり夢は人間最後の神秘。いろんな謎が隠されていると思うわ。それじゃあ続き楽しんでね。はい、レムです。みんな元気してる？私はとっても元気。本当はここでレムのお勉強のコーナーをやる予定だったんだけど、本編のドラマがとっても長くなっちゃったので、今回はお休みします。ごめんなさい。にゃんにゃん。その代わり、次回パート3ではとっても難しく、夢の仕組みとコンピューターと題してお勉強したいと思ってます。期待してください。それでは後半スタート。とってもすごいのよ。はい、レムです。みんな頑張ってる？またお会いできてレムとっても幸せ。アルファベータもにゃん、うん、と喜んでます。さーて、今回は前回お約束したように、夢の仕組みとコンピューターという内容で迫ってみます。コンピューターの働きが脳の働きに似ているのは当然だとしても、なんと私たちの脳の働きが、それも夢の仕組みがコンピューターのオフライン処理に似ていると近頃では考えられています。あれ、つまりコンピューターへ外からの情報を入れないで、内部の情報の整理をすることを言うんですけれど、人間の場合にも夢によって脱学習を行っているという説があります。人間の脳はとんでもない能力を持ったコンピューターに例えられますけれど、それでも限界はありますよね。だから全ての情報を入れっぱなしにすることはできません。そのために脳は眠っている間にいろいろな情報をランダムに呼び出して、いらなくなった情報を消していくんです。そのためにとんでもなく関係ない記憶がつながって出てくることがあるんです。日常ありえないデタラメさが夢の面白さなんですね。でもまだそれは仮説。いずれ人間並みのコンピューターが現れた時、その謎が解けるかもしれませんね。次回はその人工知能がテーマ。果たして人造人間は夢を見るのでしょうか。フランケンシュタイン博士の作った人造人間の秘密に私が迫ります。どんなことでも可能にする夢の世界、まだまだ興味はつきませんね。みんなも勉強頑張って夢の秘密に迫ってね。さあ、私も後半頑張らなくちゃ。このお勉強教室も再開されて、レム本当に幸せ。これもファンの皆さんのおかげと感謝してます。さて、いつもは夢や眠りの勉強をしていたこのお勉強教室ですが、今回は新しくレムを見ていただく方のために、シリーズのあらすじと登場人物の紹介をしたいと思います。それではまず私から。私、綾野浩二レム、青山に怪奇事件よろず探偵引き受けますの事務所を開いて、世の中のいろいろな怪奇事件の調査解決を仕事としています。しかしその実態はドリームハンターのレム。
人々の夢に忍び込んで悪夢で操り、この世界を闇の世界に変えようとするムマの一族と戦う夢森の民の末裔、ドリームガーディアンの一人です。そしてアルファとベータ、私に協力して事件の解決にあたり、夢の中でムマたちと勇敢に戦います。今は可愛い2匹ですが、戦う時はこんなに大きくなってすごく強いんです。そして謎の僧エンコーさん、全てが謎のまま私に協力してくれている心強い味方です。最初の事件から危ないところを何度も助けてもらってます。得意技に夢マンダラという秘宝があります。この光に当たるとムマは苦しんで消滅してしまいます。そして榊警部、とっても素敵なお父さんみたいな人。二つ目の事件で一緒に死神博士と戦いました。とっても正義感にあふれた勇気ある人です。お嬢さんのゆかりさんとはそれ以来ずっとお友達、アルファベータのいいお姉さんでもあります。ギドーさんは天才科学者、エンコーさんとは反対にコンピューターを操り、科学の力で敵に立ち向かいます。クールな青年ですが、今は私をめぐってエンコーさんと恋のさや当て。あは、困っちゃうけど嬉しい。でもまだ最大の敵死神博士は人々の悪夢の中に生き残って再び恐ろしい策略を練っています。あの若さを得ようとして悪魔に魂を売ったファースト博士のように、メフィストに魂を売った志村博士は不死の生命を得て私に戦いを挑んできます。でも私は負けません。夜の闇の中で皆さんの眠りを妨げる沼との戦いに勝ち続けます。それではこれからもレムをよろしく。